大宮南部浄化センター内、見沼県分館の外観写真大宮南部浄化センターは、埼玉県埼玉市見沼区にある資料処理施設である。埼玉市によって運営されている。1960年に大宮市第一衛生処理場として、旧大宮市により開設され、1981年に大宮市南部浄化センターに改称。2001年5月に、 現在の名称となった。おでい再生処理センターとして、2001年3月に、最新鋭の膜処理と高度処理方式を採用し、稼働を始めた。隣接する裏枠大原には、下水道部下水処理センターがある。新用、浄化装でいの1日の処理能力は179、KL である。現外露化膜を使用した、高負荷運転で汚れを除去した後、 活性炭吸着等を通し、殺菌、消毒して、無色、無臭の環境に優しい処理水として、芝川に放流している。また、かつての見沼田んぼ内に位置していることもあり、環境学習施設である水間見沼県文館、自然庭園を併設している。見沼地域の昔からの雑木林や、せせらぎ、湿地帯等を復元した庭園となっている。施設内には、環境図書館や、 双眼鏡を設置している。入館料は無料。会館は第4土曜日、年末年始を除く午前9時から午後5時まで。ありがとうございます。